皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。本日のテーマなんですけれども、愉快なお仲間からのリクエストでございます。11月27日から30日に訪日し、両陛下に会われるベトナムのトゥオン国家主席のアートキーに対する思念でございます。まあ、昨日この嬉しいね、ニュースがパーッと飛び交ったわけなんですけれども、今朝私再度ね、いろんな記事をネットでパッパッパッと、まあ、サラサラなんですけれどもね、見させていただきましたところ、キッシーをねもう前面に出してきてますよね。って感じですよ。あれ、陛下には両陛下には会われないのぐらいの記事になってますよね。パッと見たら、あ、キッシーに会いに来られるのだと、こういう感じになってますね。まあ、本当にね、メディアというのは今の状態を表す良いバロメーターになっていると思います。もう本当にこんな調子だということなんですよ。まだまだこのアーケを持ち上げてね、もうどういう作戦に向かっているかっていうのがもう一目瞭然です。なので我々も、まあ、気を抜かずに、頑張ってまいりましょう。まあ、愉快に頑張ってまいりましょう、ね、あんまりストレスばっかりかけても日々楽しくなくなりますので、ね、頑張ってまいりましょう。愉快にかつ真剣に頑張ってまいりましょう。はい、それでは早速いつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。トゥオン国家主席のアートキーに対する思念でございます。あ、ただね、始める前に一つだけお断りさせていただきます。出てきたカードに対しまして、私のに見えることをこうお話しさせていただきますが、例えばですけれども、この方がやっぱり国家主席ですので、例えば政治的なこととかを何か思っておられたとするじゃないですか。そうしましたところ、カードがこう表してきても私にはわからないっていうことがあると思います。なのであると思いますというかあります。なので皆様もしもお詳しい方ね、ご覧になっておられましたら、もしかしてこのことじゃないかなっていうのがもしございましたら、また教えてくださいませ。政治のことに本当に疎いので、もしそういうことをカードが伝えてきていてもわからないことって多いんですよね。はい、それでは、始めさせていただきます。思念です。はあ、1枚目からこれですね。はい、The Consultant、 これ陛下のお姿なんです。このカードではもうこのね、聖地だと大変人格者なんですけれども、これ陛下のお姿なんです。でそれが逆、やっぱりね、陛下にお会いになられたかったんだと思いますよ。でその思いがここに、まずもう絵だけでも分かります。これね、逆位置ですと意味はこのアートキーというのは、どうお呼びしたらよろしいでしょうかね。じゃあ主席と、ね、呼ばせていただきます。主席が抱えておられる問題何か、これは分かりません。その問題にとって、アートキーというのは支障をきたす障害になるので警戒している。で、このカードはもうね、逆位置ですと妨害とか障害とか邪魔を表すんです。なので妨害、障害、邪魔、アートキーはそういう存在だったのかもしれないですね、押しかけられた時で。一応申しておきますと、これね、こうなっていて、一般的な意味です。これはアドバイスを求めているような人を表すんです。なのでもうこれ、陛下が来られなければベトナムへね、もうお話にならないという感じがよく出ておりますね。両陛下に会いに来られます。次行きます。あ、まただ。見てください、ほら、インペディメント、逆、これも邪魔とか障害とか妨害を表すんですよ。もうそんな思いしかないんですよ、これね。もうね、もうこの意味だけでももう正常な、この方にとって、主席にとって何か正常な進み、それを妨げて遅らせるような障害だということを
思っておられる。邪魔なんですよ。もう我々がもうアート機に対する思いと一緒です。もう障害妨害邪魔でしかないんですよ。これね、逆位置ですと、もうさまざまな種類の騒動っていうのが出てます。なのでそれはアートキーがもうさまざまな種類の騒動を起こしているっていう、そんなことだと思いますよ。あと無秩序、そしてひどい災難にあったと思われてます。なのでこれはベトナム訪問だと思いますよ。もうアートキーが来たっていうこと自体が、もうベトナム訪問自体がひどい災難だったという感じです。あとね、裏切りとかそういう意味があるんですよ。裏切り配信、あと密告っていうのもあるんですけど、まあ、裏切り配信、これはやはり両陛下に対しての態度なんではないでしょうか。そう思っておられるのではないでしょうか。でね、強く出ておりますのが期待外れのものぴったりじゃないですか。期待外れの出来事、もうこの方の希望が叶わず失意なんですよ。落胆。だからご希望されていたのはやはり両陛下なんですよ。それがもうはっきり出ております。何が正体ですか。もうホラですよ、ホラ。本当にね。あとは、アートキーについての何か不快な嫌な秘密を発見しておられます。なので新たに何か知ったことが終わりだと思います。アートキーの、ね、弱点になることです。弱点とか欠点、それを知られると、まあ、アートキーは狼狽するような、ものすごく決まりが悪くなるような、そんなことですね。永在氏のことでしょうか。でもそんなことはとっくの昔からご存知でしょう。あとね、ストレートにアートキーには品性と人格がないという思いが出てます。でこれ一般的な意味としましては、もうね、障害妨害邪魔、まずこれなんです。あと予定外の不慮の事態です。これベトナム訪問のことだと思いますよ。不慮ってね、これはもう不慮っていうのは不慮の事故とかのあの不慮ですからね。思いがけずも降りかかったもう不幸っていう、そんな感じですからね。もうやはり期待しておられたのは両陛下なんですよ。もう望まれていない、役立たず、不要な状況っていう、そんな意味がございますので、まあ、ぴったりとアートキーに当てはまると思います。ベトナム訪問に対してもう望まれていない、望んでいない、役立たず、あなたたちでは役立たず、こちらは不要ですという、そういう思いが出ています。そんな状況にあったと。あとこの方に対してなんですけど、この方にとってなんですけれども、有害なこと、何か弊害となるような障害とか妨害を生み出す存在、これ何なんでしょうね。これは、何かやはり両陛下に、とお会いになられたという、そういうことでないと良くないんでしょうかね。それなんでしょうか。とにかくこの方にとっては有害だってなってるんです。弊害になると、この2人がこうちょろちょろされるっていうのは、この2人にちょろちょろされるっていうことが、そうなるっていうの思いが出ています。もう何度も何度も重ねて邪魔邪魔って出てますよ。障害妨害、なるほど。あ、ダークヘアードウォーマンが逆、これはキーのことですねキーのことです。これ本当笑っちゃいますね。塩対応を思い出しましたよ。これね、もう嫌な女なんです。でどう嫌かと申しますと、不誠実で信用できない。これがやはりね、これまで、皇后陛下に対してね、取ってきた態度とか、ね、そういうのがもうありありと出てると思います。あとはまあね、ベトナムでね、日本に駐在されしておられる方々とか、そういう方々からこう入ってくるような情報とかで、この人物がこうやって1枚のカード使って出てくるぐらい、やっぱり嫌な女なんですね。忠実ではない人間なんですよ。真心がないというのが出てます。だから似た似た笑い、我々が不快で仕方のない似た似た笑いも、やはり全世界共通のものなんですよ、秋神以外は。
でね、あとこの意味の中に面白いのがあるんです。あのね、バカは男たちを知っているっていうのがあるんです。あのね、お尻の軽さを表すんですよ、これ。あの浮気者とかね、あの不誠実で信用できないっていうのは、そういうあの男女関係においてもこのそういう意味もあるんです。人間関係もそうですし、男女関係においても信用できない、不誠実だっていうのが出てるんです。バカは男たちを知っている。あと、何か偽りの、悪い家族関係、だから実家のことじゃないでしょうかね。まあまあまあ、そう、偽り虚偽とか言われますと、まあ、アーケ自体がそうなんですけどね、そうなんですけれども、あのなんかこの人間にこうキーとして出してきた時は実家のことかなと、思いのほかね、やはりご存知ですよ、うん、ご存知です。でやはりこの方のこれ確信レベルでっていうのがあるんです。この主席の確信レベルで、やはり自分の目的のご自分の目的の邪魔とか障害になっている、うん、そういうのがある。なので取りかかるっていうのがあるんですよ。だから取りかかるって、だから放置されるってことだと思いますよ。これ待っていても全然あの両陛下のご予定入りませんものね。ベトナムへ行かれるとか、あんなにお願いなさったのにね。お、これはトリオによってはこの主席からアートキーへの思い、これ何かギブアンドテイクで、そんな風にも取れるんですけれども、これね、あのこのアートキーの姿をこのように捉えているのかなっていう感じもします。何が来るかというと、一丸となっている感じなんです。一丸になってあの一つの目的に取り組んでいるカップルなんですよ。何か一致協力する夫婦カップル。あ、そうだ、先ほどね忘れておりました。これね、このカード面白いんです。あのね、今ここのカップルで思い出しましたよ。あのね、例えばカードによっては母親になれるとかね、そういういろいろ意味があったりするんです、こんな女性のカードって。ところがこのカードっていうのは愛人なんですよ。愛人とか恋人であるっていうカードなんです。なので例のね、あの側室みたいな、あのあれが出てます、ここに。それ言う、あの申し忘れておりました、すいません、うん。でここは、まあ、一丸となって取り組む、まあ、夫婦、これは夫婦カップルですね、そういう意味です。一致協力する夫婦です。でパートナー間で何かギブアンドテイクの流れがあって、共有の同意とか承諾がある。お互い目的に向かって支援と励まし合いながら目的に向かって進んでいっている。あとね、一つだけこのカードが出た以上、やはりね、あの私の希望は置いておきまして、一応お伝えしておかなくてはいけないなというのは、これね、状況では新しい人間関係の始まりっていうのがあるんです。なので何にも始まっていなければいいなってちょっと思います。これアート木に対して聞いているので、うん。あとね、こういうふうに出た時はね、アートキーは自分との付き合いに関心があるかもしれないと、こういう思いなんですよ。要はアートキーがこうプッシュしてきている感じ、そういうのをお感じになられたんではないでしょうか。アートキーがご自分との、付き合い、お付き合いに関心があるかもしれないなという、まあ、新しい人間関係の始まりを感じるような、何かそんな感じ、まあ押し強そうですよね、うんうん、当然でしょうね。あ、14番聖地、これはね、この日本の皇室のことじゃないかなって思いますね。やっぱりね、今ね、こう騒動になっているっていうことはご存知なんですよ。でだからやはり両陛下に招待状を出しても来ないとか、そういうのがね、まあ、ということは前からってことですけれども、現状に変化が起きなければいけないが、外部の助けを借りてすべきだっ
思っておられる。外部って国外でしょうね、きっと。それか、国民ですかね。971とかね、ああいう狭い範囲ではなく。でもね、あの政府もね結託してますからね、だからやっぱり国民の力か、それかもう外国ですよね。あと思いの中に価値がない、無益、役に立たないものは追放せよっていう思いがあるんです。アートキーのことだと思います。もうベトナムに来られてよくお分かりになったと思いますよ。ああこれは価値がない、もう無益、役立たずっていうのがよく分かったと思います。で、今のこの事態っていうのはもう複雑で変えられなくてはならない。もういかにこの皇室がね、苦悩したり喪失を味わったりしてでもやはり変えなければいけないっていう、そういう思い。いやいやいや、全然苦悩も喪失もないので、そもそもね、よくあのたまにおっしゃる方いらっしゃるんです。あの別に飽き死んでなくてもですよ、あのこのままだと、皇室のね、だんだん皇族の人数がものすごく少なくなっていて、後を続けていくことに問題が出てくると、だからまあ何とかして鹿だけでも残してうんぬんとかおっしゃる方いらっしゃるんですけど、それっておかしいと思うんですよ。これは私の意見ですよ。なぜかと申しますと、鹿は他人なので、ね、偽物なので残したって意味がないんですよ。偽物でも何でもいいからつないでいけばいいんですか。それならもっと優秀な人入れればいいじゃないですか。一般のもう何かね、もう旧皇族も何も必要ないじゃないですか。一般の人入れればいいんじゃないですか。私そう思うんです。いや残しても意味がないんですよ、それだと。なので、あの意味のないもの、そんなものを残しても仕方がないので、喪失でも何でもないんです。ただ追放するだけだと思います。ただ血のことから言うと、もしかして H はっていうのがございますよね。でその辺は分かりませんよ、私は。その辺は分かりません。その辺は分からないんですけど、やはりそうなると DNA 鑑定、これしかないんですよね。これしかないんですよ。とにかく偽物を残されても意味がない。本当に偽物ならいないのと一緒なので、出してくれて全然構わないんですよ。喪失でも何でもないんです、と私は思います。はい、あとはね、これはもう毎回お話しさせていただいておりますが、ね、ここピンクのボディに水色の水玉がちゃったったったっていって、ここへ入ってニョロニョロって出てきた時には、今度はボディが水色になってピンクの水玉になって出てきている。使っているものは同じなんですが、出てくるものは違っている。そういう風にしなければならないんじゃないかっていう思いなんですよね。持っているものを使って全く新しいものを構築したらいかがですか、というそういう感じなんです。なので2つ考えられます。これは今こうね、今おられる皇族の方々をこう、ね、考えてお考えになって、その中で全く違うものを作られてはいかがですかっていう思いかもしれないし、もう一つは、アートキーに対する思念ですので、例の秘密基地ね、あの基地なんか違うものにしたらどうですかっていう、そういうことなのかもしれないですね。違うもの、持っているものを使って違うものを構築せよと。そしてアートキーは価値がなくて無益で役に立たないので追放せよと、こういう感じかなと思います。では、次、ここでまたこれ引いてるんですね。なるほど、へこへこめみっともないですよね。しかもペルーでそうでしたよね。ペコペコへこへこと、本当に威厳とかなんかそういうもの、要はもう本当に平たく言えばオーラなんですよね。気品とかそういうのが本当にない。もう一般人より一般人、平民より平民ですよ、これ。ペコ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 とみっともない。で、一様に国内では内弁慶なんですよ ね。で、外出るとヘコ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 してるんですよね。これでなんか似たような人いますよね。総理大臣ですかね。これはどんな思いかと申しますと、
自分の関心を、自分というのはこの主席ね、主席からこう関心を得るためにへつらう姿が出てます。で、何かおべんちゃら言ったりしたのかもしれないですね。明らかな理由もなく突然持ち上げるような人々には警戒せよっていう思いが出てるんです。で、これ一般的な意味としましてもこの姿そのものなんです、何か便宜的、要は先ほどのこのキーのカードにもう真心がないっていうのが出てましたけれども、これも同じ印象なんです。とにかく便宜的に利己主義で、急場しのぎでおだてたりへつらったりなんかする人物と、その場だけのね、上っ面の明るいんですよね、本当に。あとはこれね、すべての興味とか関心、そういうことを刺激するためにっていうのは、そのアートキーのですよ、関心とか、興味、そのために負担をかけて犠牲を払わせるような無知な人間っていうのが出てます。本当にそうですよね、本当にそうですよね、自分たちの興味関心のためにもう本当に負担をかけて、そして犠牲をこう払わせる無知な人間、ぴったりですよ。サイズ、コンステンシー、あら、スイートハート、こんなことご存知なんでしょうかね。年宮様が出てるんですけど、ご存知ですよね、これだけご存知なら年宮様の存在の素晴らしさもご存知ですよね。もう思うとふーっとこうため息状態なんですよね。でもこの方は不変だっていう、そういう信念が終わり、平たく言うとそういう感じのカードなんですよ。今の状態には嘆いておられる、だって隠そうとされてますもん ね。で、見たくもないような鹿ばっかり出してますもんね、そういう状態ね。そういうことをしておきながら、当然年宮様ですもの、学業に専念いたしますよね。で、そうすると今度は学業に専念して公務をしないと、こういうふうに叩くんですよね。本当に卑劣ですよね。ね、意地悪とかもうそんなもん、なんという嫌な人間なんでしょう。本当にね、一味って、こんな思いがまず出てます。年宮様。恋人じゃないですよね、年宮様ですよ。次見ます。ミスフォーチューン、あ、出た、フィデリティ、サードネス、これは主席の思いです。これ危険と不運なんです。なのでこれアートキーがベトナムへ行った時のことなんです。主席にとってはこれなんですよ、もう危険と不運。これご自分の何かね、お立場か何か的には危険なんですよ。で、不運、これベトナム側がですよ。で、ここに現れている思いというのは、今回はまあこれで終わったと、でも次回あなたたちは非常に気をつけなければならないと。ただの逆境に立つだけでは済まされませんよと、本当に警告しておくと。あなたたちは害されるような恐れがありますよと、それぐらい思っておられるカードです。そしてこれ毎回出ます。これね、人の価値観を軽んじるなと。だから我々は両陛下に価値を感じているんだと、それを伝えておられるんです。これ友情のカードなんです。我々はあなたたちとか友情を結ぶわけじゃないと。で、真の友情というのは双方の思いで維持する宝物なんだと、片方だけで押しかけてきて成立はないんだってことが出てるんです。これもう戴冠式でも本当に出ました。これおそらくですけれども、
ヨーロッパとかね、あんなところに訪ねてというか押しかけて行っていた時も、もしもこのように占っていたら同じ思い出てると思いますよ。これ他の国々からだってそんな扱いしか受けてないじゃないですか。でこれはまあその主席の思いです。もう失望なんです。これ失望と失意と落胆なんです。もう期待外れなんです。それが出てます。今のところなんかそんななんか政治みたいなそういうのはまあ出てないですね。まあ、本来政治が出るような対象じゃないんですよ、皇族なので。そういうことしちゃいけないのでね。え、あら夫人戻しますよ。あ、アードトゥスパイだって。ちょっと面白い。これ夫人とアー、そしてトゥスパイ、これはスパイするです。スパイ行為とか、スパイ行為、何か秘密裏に監視するとか見張るとか念入りに調査するとか、そんな感じです。観察するとか見てるんですかね。ねえ、これこの2人がベトナム側の動きをトゥスパイってことありますかね。私に感じられるのは こちら側がなさっておられるような感じがするんですけど、これとこれはみたいな、なんかそんな感じしますよ。スパイするなのでされているじゃないの。次見ます。ロードあれです。サロン、まあ、サロンがねなんか出ますね。本当にこれは支配者とか主人、あと祭を振る、まあ支配者が祭を振るって感じなんですよ。そしてこれは傲慢、高慢、プライドで見下す人々をね、それが出ているので、そういう結果としてこれは主席の思いなんじゃないですか。もう涙ですよこんなのちょっとね、女性ですけどね、再振られてこんな高慢傲慢がやってきて、ね、涙ですよ。いや本当に困ったんだと思います、もう会いたくもなかったと思いますよ。本当に何かお立場的に困られたはずです。これもう1枚目からなんかもう障害妨害しか出てこないんですもん。ビジット来ましたね。 To attract attention、 ヘジテーション、なるほど、分かりやすい。これね、もう本当にね恥ずかしくなります。もう恥ずかしいというよりもっと言い換えてこっぱずかしいって感じなんですよ。これ本当にこれね、訪問っていうのはアートキーがベトナムを訪問したってことなんです。でもねこれ訪問だけじゃないんですよ。ツアーとか見学とか面会とか、あとご来店とか、なんかお買い物ですかね、ご来店とか、まあ、鹿のペル行きと同じですよ。そういう感じが出てるんです。でこれは注目を集めるとか注目を浴びるのカードですので、そのためにってことなんですよ。鹿も同じことしてますよね、ペルーでね。とにかくバン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 報道させて、アホ丸出しがね、そういう感じでやってますよね。それなんですよ。で実際会われるとこれなんです。なんか尻込みしてるような、ためらっているような、何しに来たんだろうって感じなんですよね。それが出てるんです。尻込みが出てるんですよ。だから本当にね、みっともない姿なんですよ。もう親子揃って同じです。これはねこのカードなんです。これが出てるんです。もうね、本当になんかねこれに現れているのは、ごめんなさい汚い言葉遣いになりますけど、本当にそう感じるので、ね、内弁慶のヘタレって感じなんですよ。へこ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 して、帰ってくれば味方をバーッと得て、なんかもうなんか天狗になりますよね、パーッとね。
天狗様に申し訳ないぐらいですよ、パーッとなりますけれども、外一歩出たらもう本当に内弁慶ヘタレです。それが出てるんですよ。何人だって思いますよ本当に。メランコリーサーヴァントギフト、ああこれね、印象これなんですって、使用人、うん、印象これこれみたいです。でこういう感じ、あのニタ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 作り笑いしていても憂鬱落ち込みの状態だったんですよ。そりゃそうですよ、そんなもの。これはもう皇族ではなくて使用人みたいっていう印象そのもので、これはやはり ODA でしょ、うん、贈り物持って贈り物運んできたって感じなんじゃないですかね。えこんなことしている余裕あるんですか。国内はもう本当に大変ですよ、本当に大変ですよ。またサローが出ますね。メッセンジャーレイ、あーこれだ、これぞ訪日の理由の一つですよ。もう確実に大きな、これはね、その主席の嘆き、もう苦悩、あとね不幸、もう悲しみ、あとは何かな、何がしかの後悔もございますね。そういうのが出てます。これこんなお姿なんですよ。でメッセンジャーが出てますので、言ったじゃないかと、え使いっ走りにちゃんと伝言頼んだじゃないかっていう感じ。でもこれ遅いっていう思いなんです。 late もう遅い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 なんですよ。だから来られたんだと思いますよ。来られた、来られることにしたですね。まだ来られてませんので、うん、次いきます。今回はミリタリーではないです、トラベラーですね、旅行者。いやー、ジャーシーサティスファクション、みっともないですね。もう我々があの2人を見ているのとまあ同じ感じです。これ特にキーかなと思うんですけど、旅行者ね、旅行者ですよ。全然お仕事じゃないですよそんなもの。旅行してきたんですよ。でまあまあまあお仕事でもね、旅行とは申しますが、これもう出てるんです。嫉妬、妬み、そねみ、羨望、ね、でこれ満足してるんですよ。自分たちが成立して満足、納得、実現、達成し、そう思ってるっていうのが出てるんです。はあ、これで達成って思ってる、そういうみっともさん、みっともなさんが出てます。これ見れば見るほど恥ずかしい。次いきます。お、ラブチャイルド、チャイルドフレンド、これは大変温かいカードですよ、うん、なんかそんな感じがする。とっても温かい、これ愛なので。でもな、先ほどのスイートハート出ていたじゃないですか、これ本当に温かいのでかわいいですし、これ本当に年の宮様のことかもしれない、ね、これ H 君じゃないですよ、年の宮様なんですよ。ここでしょっていう思いだと思いますよ。でこれ味方、支援、サポートなんですよ。友人、そんな思いが出ている。やっぱりあなたたちじゃないっていう感じなんですよ。これね、初っ端からもしもこれが出たとするじゃないですか。そしたらえって迷うところですよね。でもここでもう散々これ見た挙句のこれですので、これは年の宮様への思いと思います。うん、年の宮様への思い、なんかね、え、なんでこんなに年の宮様のことが出るのかなって思いますね。え、お会いになったこととかもないでしょうし、なんかやはりお耳に入ってくることとかっていうのが終わりなんでしょうか ね。
success, triumph. Small misfortune. Doctor. あ、これアートキーだ。これね、これなんか功績と思ったんです。誰のって一応キーの自己満足なんですけど、これ H 君のこと、成功達成、これで勝利したと思ってるんですよ。でも残念ですね、これあれこれミスフォーチューン、逆境になってます。災い、不幸、とにかく思うようにはいかないことになってます今で。なぜのところにこのドクターが出てきてるんですよ。 H 君じゃないですか。まあ、ああ思うかもしれませんが、でもね、これ功績ってきたので、なんかねキーみたいな気がするんです。これ女性でキーが自分で勝利したと思ってるんですよ。すでにもう妊娠して産んだ時点で。でも残念ながらそうじゃないんですよ。忌まわしいっていう意味もあるんです。ここ逆境とともに忌まわしいことしてるんですよ、やり口が。でこういうことになってる。これはね、全世界ご存知だと思いますよ。としのみや様がおられるのにこういうふうなことしてね、子供を作ってうんぬんっていう、非常に嫌な人間ですよね。ではもう最後の3枚ですね、いきます。うわサイズスネーク、うわー、インセンスバーナー、もうこれ本当に、いやいやいや、すごいな。ちょっとね、気持ちいいぐらいですよ、これ。もうこれはね、ズバッて、もうご自分切られてると思いますよ。ズバッとご自分で、まずご自分がこの2人を切ってます、もう本当に。厳しい終わり、強く決定的な行動、もう取られてますよ。塩対応を見たら分かります。もうズバッと切るなので。もうね、完全な分離とか別離なので、両陛下とは違うっていうのをズバッとやられてます。これ実に精密な行動も出てるんですよ。でこれはもうアーケにもうよく出ます、鹿のカードとも言えます。これとにかく鹿のペルでもこれよく出てるんですよね。なんかもうギョッとするんですよ、なんであなたがって感じなんですよね。ゾゾ、漁業の後ゾゾなんですよ。なんでってニョロニョロと来られても、呼んでないしって感じなんですよね。でお招きありがとうございましたとかって言ってくるわけでしょ。頭おかしいんじゃないのレベルですよね、そうなりますとね。トラブル、もうトラブルなんです。で嘘と偽り、虚偽で裏切りとか配信っていう思いがすごくやっぱり出ておられます。こちらにも出てたので、両陛下へのでしょう。で嫉妬、妬み、そねみのカードです。でこれインセンスバーナーが出てます。もう望まれていない、もうマイナスのエネルギーを払いのける、パッと不要なものは除去、処分で、もっと言いますと悪とかね、不正とか腐敗とかそういうのを退治するとか、もう一掃する、もっと言いますと粛清するとか、もうお掃除するとか浄化するカードなんです。もうこれそんな思いなんですよ、アートキーに対して。これ見事ですね。いらっしゃるのは11月27日、もう少しですね。はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。